はい、ということで今回は鳥取県日野郡日野町加茂地にございます加茂地神社に向かっております。ということで、ご存知の方も多いと思いますが、日本で一番縁起の良い名前の神社、それこそ金持ちを目指したい方がいっぱい参拝に上がる加茂地神社に、今回は皆様と一緒に参拝したいと思います。ぜひ最後まで、必ず最後までご覧ください。ということで、いいですか、今こう川が映っておりますが、奥にね、青いものが見えていると思います。あの後ろ、階段上がっていったところにあるのが加茂地神社でございます。この加茂地神社の御祭神は雨の男たちの御事、そして八束水お水ぬの御事、そしてお水ぬの御事でございます。あの八束水お水ぬの御事と、お水ぬの御事はね、あの同一の神とも言われておりますが、もともとね、こちらに神社ができる経緯となった、その関係のある、ゆかりのある出雲市、今のね、出雲市にある長浜神社という神社がございますが、こちらの方ではね、別の神というふうに言われております。はい。ということで、棚からぼた餅。はい。今ね、映しておったのが実は駐車場なんですが、あちらにね、売店ございます。あちらに売店ございます。私が初めて参拝に上がったのが、十数年前だったと思うんですけど、あの頃に売店があったかどうかっていうのがもう記憶にはないんですが、あ、そうです、そうです。言い忘れておりました。実はこれね、撮影に行ったのは、7月だったか8月だったか、ずいぶん前でございます。で、先ほども言いましたが、私最初に参拝上がったのも10年以上前でね、それこそ今までもう5回、6回もっとかな、参拝に上がっております。というのがね、後で、まあ、お話ししようと思いますが、ここゆかり、加茂地という、地名なんですが、これはね、玉鋼という、まあ、なんていうんですかね、刀を作るのにね、非常に質のいい金属、金じゃないですね、鉄が取れるんですが、そのね、鉄のこと、砂鉄のことを、まあ、金、金という字を当て、その土地を多く持っているから、加茂地というふうに言われるようになった、とも言われております。ということで、まず、ここで手を清めてください。はい、もうね、手を清められたと思います。このね、手水のね、横にはね、指針、それこそ白虎さんとか青龍さんとかね、そういった玄武さんとか、そういったね、神々が、この四つ端、今、後ろに見えているのが白虎さんですね、いらっしゃいます。で、先ほどのね、地名の由来は、ちょっとね、ウィキの書いてあるのそのままなんですが、本当かなというのがね、ちょっとね、こちら、スザクですね、という気が私はしないでもありません。なんかちょっとこじつけっぽいなという気はするんですが、ただ、ここがね、本当に良質の、はい、青龍さんでございます。良質のね、鉄が取れる地であることは間違いございません。玉鋼でね、非常に栄えたところでございます。はい。その玉鋼で非常に栄えた地域を支配したのが加茂地氏ですね。一般的には加茂地氏、もしくは金持ち氏ですね。両方言われているんですが、はっきりわからないんだと思いますね。で、まあ、あんまりね、このこと言うとあれなんですが、実は私の先祖も実は関係しておりましてね。まあ、先祖と言われる方って言ったのかな。はい。実はその、金持ち氏は、鎌倉時代、頼朝の、ね、御家人になってるんですが、その御家人になった金持ち氏の、まあ、娘婿だったということですね。娘婿。本当はここにね、配慮されてきた人物で、持ち人の側近だった長谷部佐兵衛の長信貫公という人物なんですが、まあ、ちょっとね、いろいろと系図も戦後の混乱期に盗まれててわからないんですが、説として、まあ、源氏と、信貫公と、まあ、祖母の方に行くとね、藤原氏もなんですが、まあ、それはいいとしまして、こちらね、加茂地神社さん、いいですね、上の方に見えているあちらが御社殿でございまして、実はね、先ほどの神様の名前、覚えておられますでしょうか、ちょっとね、長い方の神様も非常に重要なんですが、解説というか説明しやすいので、お水ぬの御事、お
お水の飲み事ね、こちらのお名前のね解説後でします。実はねこの神様ね、龍神様でございます。龍神様でございます。水布の御事ですから、水ですからね、もうこれでピンと来ている方もいらっしゃると思いますが、このお名前の意味を考えるとね、まさに龍神以外実は考えられません。はい、ということでこの御社殿の、参拝するところで、ね、お賽銭箱があって、その上立派な立派なかっこいい龍の彫刻ございます。そして御本殿の方が後ろにあるわけですが、その御本殿に向かって龍神と書いてあるものが、実はね一段下の、社務所があるところですね、そちらにございますので、そちらからもね最後の最後に、本当は私はね2分以上参拝してるんですが、数十秒そちらからの撮影もございますので、ぜひね、最後まで見てください。でちなみにここは社務所はね、駐車場の横のお土産物屋さんみたいなところと合わせて毎日空いているはずです。土日だけではなくてね、平日も空いています。鳥取県のこういっては怒られるかもしれませんが田舎です、山の中ですが、本当にね参拝者多いです。私伺った時、最近直近で伺った時は関西大阪ナンバーだったかどっかのね、あの外車のいわゆる超高級車、しかもその中のクラスの一番上の方、上の車に乗ってる方もね、来てね、もう多分あれ毎月来てますね、そんな感じですね。はい、そういうことでビジネスをしている方もいらっしゃいますし、宝くじをね、本当宝くじっていうのはね、実はこの神社すごく参拝者が多くて、後で絵馬ちょっと見ていただきますんで、本当に絵馬も非常に多い神社でございます。はい、ということで先ほど申しました、お水布の御事のねお名前の、まあ、解説というのは甘いけなんですが、はい、お水布の御事、実はこれ偉大な水の主、偉大な水の主という意味がございます。はい、とっても立派な龍さんの彫刻でしょ。意味はおは偉大なということですね。大きいというふうに解釈してください。水は水、そしてやっこというのは主ということですね。なのでこちらのご祭神は偉大なる水の主ということで、言うまでもなく龍神様であるということですね。私の中では龍神というのはね、最も古くから祀られている、それこそ縄文時代から祀られている神様でございます。ぜひねご参拝いただければと思います。はい、ご参拝いただけましたでしょうか。この後ね、はい、御社殿の中がね突然光りました。はい、言うまでもなくこう早朝の参拝でございます。早朝です。じゃないとね本当にねもう絶えないんです、参拝者が次から次へと来るんで、このような撮影がねできないんですね。なのでもうちょっと早朝以外私ありえないなと思って、本当に本当はね最初に撮影してるのはねかなり暗い映像だったんで、もう一度ね撮影し直したのがこの映像であるということでございます。でこの後絵馬の方を見ていただきますけど、今の絵馬とまた別の絵馬ね見ていただきますが、ぐるーっと回ってきてね、今かすかに見えてるんですが、地元のね出身の作家の絵のね先生の龍さんが内側にね飾られております。そちらもね私写させていただいておりますので、そちらもねぜひご覧になってください。で先ほどの立派な立派な龍の彫刻ありましたが、私が言うのはね、私にそんな言う権利はないんですが、まあねよろしければね写メ撮っていただいて、はい、背景画像にしていただいてもいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、このね鳥取県の本当田舎ですよ、本当に田舎ですございます。そこのね神社本当に参拝者が絶えず、こういう形でね絵馬いっぱいあります。これだけじゃないんです、まだ他にもあるんですよ。はい、まあどれだけね参拝者が多いかということがここからもお分かりいただけるのではないかと思います。で先ほども申しましたが、水の神というのはねおそらく
我が国といいますか縄文時代、我々の先祖である縄文人が一番最初にね、お祭りしたのが水の神だと思います。それが2000年ほど前に、龍神思想といいますかね、そういうものが入ってきて龍さんと結びついたということでございます。最古の神でございますんでね、ぜひぜひ、龍さん、皆様、今年は何といっても辰年なんでね、龍さんをね、皆さんでね、祀っていきたいな、大切にしたいなと思っております。右下の赤い明かりはカメラの明かりですんでね、気にされないでください。はい、とっても綺麗でございます。はい、ただね、正式参拝するにあたってはご連絡を事前にしていただかないと、多分宮司さんがね常駐かどうかは私は分かりません。ただ社務所と、お土産物屋さん、あちらは常にね女性の方がいらっしゃるはずです。はい、いつ行ってもねその時間に行くといます。はい、ただ私は今回はね早朝でございます。はい、でこの後ねまたちょっとやはりね、皆様にぜひ見ていただきたいということで、龍神と書いてある、はい、それこそこの御社殿というか御本殿の方に向かってね、龍神という文字が書いてあるねものがございます。そちらの方に、ね、皆さんをお連れしたいと思います。こちらではないんですよ、こちらではないんです。この後にねまた映りますのでぜひ見てください。分かりにくいですけどね、こちらも川が流れております。水ですね。はい、こちらはね五大天の天皇が、崩御された、その時にね住まわれていたところの屋根に生えていた杉、それをねこちらに、持ってきているということだそうでございます。あれですよ、700年近く前のものだということではなくて今現在のものだろうと私は推測しております。はい、ということで最後にねまたもう一つ見ていただきたいと思います。私自身はねここね本気でね参拝してるんです。それこそ2分、大体本気で参拝して大体2分なんでいつもしてるんですが、ちょっと長くなりますんで10秒15秒だけでございますが、はい、龍神と書いてあってこれがね御本殿の方に向かっています。もしよろしければね止めていただいて参拝していただければと思いますが、はい、はい、私自身は参拝しておりましたね。で、この今編集をしているこの時間、はい、編集しているこの時間で、ね、外ではね大雨が降っております。これもねやはりこの、鴨地神社さんをね編集するにあたってのドンピシャのタイミングということで、いい日に私も編集をしているなというふうに思っております。ということで今回はねとっても素敵な鳥取県日野町にございます鴨地神社でございました。私の動画を初めてご覧になった皆様、下にね、動画概要欄、説明欄、こちらの方に、こちら鴨地神社の URL、Google マップの URL 貼ってます。またおすすめ動画も、貼っておりますので、ぜひあと1本、2本見てください。そしてね、ぜひチャンネル登録してください。また明日18時半に全国のどこかの素晴らしい神社の動画を公開いたしますので、チャンネル登録、高評価お願いいたします。失礼いたします。